孫権と行動を共にする竹中半兵衛らは、幼者討滅を唯一可能にする兵器八潮織の警備には、幼者出現の事実は幼者を倒すための兵器、あとは報告します。じゃ払うべし。今のわしら高等の虎に甲斐の虎。競技よ。私は波動の先に進む。たやせ文化のごとき妖魔を。まずに任せて押しするぜ。暴走きたれり変身が防がん。今ちょうどいいところに兵器があるね。わしらはこれで敵の足を止めちゃおうか。焦るんじゃねえぞ。じっくり引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。俺たちはここに構えるぞ。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。敵将信長が滅した。流れが来ているな。このまま戦線を押し上げるぞ。やりよる。高等の虎孫権さん、甲斐の虎信玄さん、越後の竜謙信さんに、相模の獅子氏康さんで、魔王織田信長と。この戦い、びっくり動物大集合だね。さすがの武勇です。攻めよ。妖魔打ち払うべし。偉い人たちが揃っているから楽できていいよね。こうして皆が結束。これこそ半兵衛殿の努力の賜物でしょう。今回は俺寝てたらダメかな。頑張ったご褒美って。ダメですわ。いい調子じゃねえか。このまま押し上げるぞ。せいぜいあがくがいい。大将打ち取っちゃったよ。やりよう。見事に。良き者の不要。だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。なんかうまくいきすぎてる気がする。で、あるか。ウキーン！かかりやがった！トラが2匹に竜が1匹、獅子と魔王と、おまけにお猿さんが加わっちゃった。さすがにもう、今回は引き猿さんに一杯食わされちゃったかね。深く。しまった。眼前の獲物に気を取られすぎたか。うん。今が好機だ。殺されて奴らを潰せ。もう偶然は起きないよ。僕が人間に負けることは。Woo!
盛りのおっさんに無理言ったんだ。ふっ、日々働いて恩返ししてくれよ。おっさんと俺の妖力を込めたその体、ふっ、そいつがありゃ負けねえだろ。やるねえ、けどまだだぜ。見つけたぞ、また俺と勝負しろ。私が出よう。はい、ここで呂布の登場とは。ますます戦場が混沌としてきたな。うっ、強えな、お前。こりゃちんたらやってられねえか。俺が負けるとナタが困るんでな。孫悟空様の本気見せてやるぜ。鬼滅、さらなる競争を楽しむ。なんてな。ナタ、すまねえ、やられちまった。さあ、孫悟空は倒した。これでナタの術は解けたはずだよ。貴様はこの俺が倒す。誰にも邪魔はさせん。またあんたか。どうして無駄なことを繰り返すの。その戦ぶり、手本といたします。信長が滅した。龍馬は打ち払った。小田原城へ向け兵器を運び出せ。妖者討滅の戦、始めようぞ。僕が三度も人間に負けた。立て、俺と戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。
黙れ。無駄なのに。無駄でもいいのかな。じゃあ、すべて打ち払い。これでゆっくり兵器を運び出せるね。さて、久しぶりに小田原へ帰るか。うん。五郎冠、生徒に向かった者たちも役目を果たし集っている頃だろう。妖者討滅の戦開幕ぞ。これが欲しいところじゃねえ。さて、ふさわしきは誰か。困難に屈さず、時を超え。俺たちを集めたドワフォードンしかいねえわな。カズチン、呼ばれてるよ。任務成功だな。